来ましたよ、この時間が。ん？見えてますか、皆さん。この後21時からラジオ放送ですよ。ということで、ツイッターの方ではもう動画出してましたけども、今夜は皆さん大好きな宇都宮先輩が来てくれます。先輩、あ、もう出ていいですか。うん、先輩、どうも、むつみです。お願いします。今日むつみとして登場するよね。よろしくです。僕ちなみに7号推しなんで、はい、お願いします。え7号推しなんで、あ、じゃあ書いてもらっていいですか。全然6じゃない。すごいすごい、あの今日もう 1.2 万人いってますよ。待って、いや早くない？いつも1万切るのに。そうだよ、北ちゃんが出ればこうやって、皆さん今日ね、ウィーケンラジオ生出演してくれるんで、はい、久しぶりです。2年ぶりぐらいかな。やばいっすよね。だってこの間の前の写真見てたんですけど、うんうんうん、なんかやばかった。だってあれは2017年のクリスマスだから、うん、しかも実はね、そのちょっと前にも出れるかもってなったけど、ちょっとスケジュールであかんくなって。そうなの。そうそうそう、はい、そういや久々だな、楽しみだな。やっぱ長年やっぱりやってきてるんで、ちょっと腕が上がってるんだろうな。まあまあ、喉喉、あ、お、喉、それは後でのお楽しみにしといてくれよ。だってもう打ち合わせとかめっちゃ慣れてましたもんね。え、なんかこう、あ、めっちゃ慣れてんなーと。いやいやいや、もうちょいうちの方がいい。もうちょいうちの切れちゃって。真剣に聞いてますからね。ん、じゃあやっぱみんな楽しみですよね。え、でもさ、今映画の稼働で結構生とか出てる？ラジオとか。生、うわ、あ、のりさんのやつで、うん、今あの4週連続ぐらいやってます。やっぱね、生が聞きたいよね、みんなね。聞きたいよね。収録ももちろんいいですけれども、時間ね、あの、ある時は生、ね、いいでしょう。僕は今みんなの大好きなむつみ先輩と一緒にいます。出たリクさん、マウント取りに行くから。いつもの。で、リクさんもかっこいいよって言うのを言われたい。バカじゃない。割とガチで自慢しないというか、俺マウント取りに行ってくから。はい、いいでしょ。羨ましい人、はーいって素直に言ってんだ。まだ見てない人いるね。まだ見てない人、だから多分今週も土日休みで行かれる人も今しかしいるのかな。そっか、ちょっとね、コメント遠いからこっちで見てますけどね。明日土曜日か。うん、まあ、でもね、ちょっとね、うん、あのマスクとかして、そうやな、感染予防しながら楽しんでいただければなと。え、ハイエンドローオフィシャルが見てんだけど。どうした。ありがとう。オフィシャルさん見てくださってる。あら、いつもすいません、僕らの楽曲使っていただいてありがとうございます。ぶつかり合いす、映画もね、ディスタンス保ってるからね、あの隣に席座られへんようにもなってるし。そうですね、1個ずつ開けて、うん、なってるんで。え、すごい、5回見たよ、だって。5回、見てくれたんだ。もうセリフ覚える。5回はセリフ覚えるよ。あ、でもむつみは結構そういう、なんだろう、特徴的なセリフを言うことが多いんで、うんうんうん、意外と覚えてもらえるフレーズがいっぱいありますよ、うんうん、はい、ハイローさん、ありがとうございます。役のさ、なんていうの、その性格っていうか、あんまり、はい、言ってない、外で、あの見てからの楽しみみたいな。いやいや、だってあれ原作がありますから。あ、そっかそっか。ちょっとさ、あの、はい、オタク気質なとこあるやんか。ありますね。今北ちゃんがさ、ちょっとオタク的にハマってるのとかないの？何でもいい、料理の何でもいいし。知りたい。アニメとか、宇都宮先輩みたいに今北ちゃんが熱中してることみたいな。でも最近、まあ、自粛期間があって、はい、うん、なんか昔の映画とかドラマとか、うん、探るのが好きなんですよ。名作的なってこと。そうです。さあ、ほくちゃんこっち座って、ちょっともうちょっと近く行ってあげて。名作、例えば最近見たのとかある？あの香港映画のラブストーリーっていう、あ、ラブソングっていう、あの映画なんですけど、結構絵もめちゃめちゃ古いんですよ。最初白黒から始まって、まあ、演出で、はいはいはい、でそこからこう、まあ、絵も昔っぽい、なんかちょっとパチパチしたような感じ。なんか、ね、VHS っぽい感じ。そうですね。それはあれ、あ、誰かに勧められてとかっていうパターンもある？
そう、おすすめもあったりとか、まあ、あとは自分で探ったりとか、で最近見たのは、まあ、これは最近のものですけど、うん、東京ラブストーリーって知ってます、うん、知ってます、うん、え、あれリメイクされたやつ、そうです、あ、見てます、あ、見てる、最初の頭の方だけな、ちらっと見たけど、あれは面白いです、見てる人いますか、あれやね、主題歌とかも新しくなってやってるやつね、そうですね、 FOD やったっけ、どうやったっけ、ね、Amazon プライムですよ、ハヤナプライム、あれはいい、見よ、やっぱ伊藤健太郎さんが素敵です、演技がすごい、ラブストーリー以外も見たりするの、ラブストーリー、ラブストーリーですねみたいな、ラブストーリーです、ラブストーリーし、ジンさんとか 見ます、俺ラブストーリー基本見えへんの、どういう系見るんですか、そんなん見なくても、彼だって恋愛マスターだから、俺はもうアベンジャーズ、あー、アクション系か、あの、僕結構あれなの、俺結構ノンフィクション作品、ノンフィクションに対応したやつか、ね、もう外れ切った SF かどっちか、結構両極端、最近何見ました、最近ワタモテ、いや全然アクションじゃないです、大丈夫ですかいやいやいや、じゃあそれは目の前で見ますよ、だから普段見えへんからこそめっちゃ新鮮やったけどね、はいはい、俺は、あ、なるほど、こういう今こういうのがやっぱり取れあれなんだみたいな、5人ぐらいで 見に行ってくれましたもんね、うん、そうそうそう、見に行ったよそれすごいよな、本当にさ、この座ってさ、で海鮮とか、はい、一番後ろの席座ってんで、まあ、告知の最後の方やってんけど、言ったらこう、前に横切って後ろ行かなあかんねんけど、めっちゃでっかいやつがなんかジュースにこうやって通るから普通にバレるめっちゃ面白かった、俺も生意気に一番後ろの端っこで見せた、いや、ありがとうございます、本当に一人で見に、一人で見に行った俺、いやー、よかったよかった、勇者でしょ、まあね、ちょっとマジで、ポクちゃん出てきた時、ふわーって言うたほんとそれ、あかんなと思ってもうあの冒頭のさ、シーンでさ、よかった、よかった、声出たもんね、結構ホクちゃんの雰囲気あ残ってるっていうか、うん、本当ですか、うん、今日、うん、いやねえうわすごいすごい 1.4 万人、え、てかジン君髪色どんどん落ちるくない、どんどん落ちちゃう、あ、でもあの20日、7月20日ライブやるから俺その直前にまた染める、おお、めっちゃ染めますよね、ジンさんってジン君週1ぐらいで染めてる、週1ぐらいすぎ週1いすぎですよ、髪強いっすよね、髪はね、毛根がね強いんですよ、マジで羨ましい、うん、マジ毛根強いからでもさ、たまにさ、かさぶたできたとか言ってたまにシャンプーいたりとか、あとは、うん、そうか、だから試験とかがあるから、え、あれやね、終わったら見に行きますっていう人もいますね、うん、試験、英検、あ、これは試験じゃない、そろそろ、え、でももう、あ、でもそっか、時期がずれてんのか、うん、明日見に行く、おー、おー、すごい、ありがとうございます、気をつけて、そうやね、気をつけてください、え、すごい、過去最高人数 1.5 万人来た、わお、すっげえ、見に行く、もうブリーチは恐怖だ、もう痛いもんね、お前そろそろ染めようかな、お、次は何色なの、それはまだ言えないです何よ、来てからのために、はい、サプライズ、サプライズがいいじゃないですか、確かに、ホクちゃんっていつも急に買ってるんで、ね、俺らにも言わずに、みたいなです、もうびっくりした、黙って一発やみたいな、アイロンの時のな、金髪とか懐かしいけど、懐かしいっすね、さあ、ぼちぼち55分なんでね、5分後あのベイフェムであの生なんで、生放送をするんで、はい、皆さんぜひラジコで聴けるんで、よかったらお時間あったら聴いてください、ホックンの金髪好きっていう人も結構多いですね、あ、ありがとうございますまあ、そのうちのお、いろいろやりたいこともあるんで、 お楽しみに、さあ、じゃあそろそろ、じゃあ次はラジオの方でお会いしましょう、ラジコで聞けます、はい、もちろん、バイバーイ、これ来ていいですか、うん、いいよ、じゃあ See you later See you でねー。